試合結果をお知らせいたします。第4マット74キロ級の試合は赤コーナー岡山北内田孝樹選手のテクニカルフォール勝ちでした。ただいまより第4マット84キロ級赤コーナー岡山北野口智樹選手対青コーナー稲部総合学園伊藤忠選手の試合を行います。試合結果をお知らせいたします。第3マット84キロ級の試合は赤コーナー関西高校石黒隼人選手のテクニカルフォール勝ちでした。Oh.
Thank you.
試合結果をお知らせいたします。第2マット84キログラム級の試合は赤コーナー山形市立商業高校今野湊人選手のテクニカルフォール勝ちでした。ただいまより第2マット120キログラム級赤コーナー山形市立商業高校徳川雄生選手対青コーナー日本文理大学附属高校武藤翔吾選手の試合を行います。試合結果をお知らせいたします。第2マット学校対抗戦3回戦赤コーナー山形市立商業高校対
試合結果をお知らせいたします。第1マット74キログラム級の試合は赤コーナー日本体育大学柏高校山田修選手のゴール勝ちでした。ただいまより第1マット84キログラム級赤コーナー日本体育大学柏高校白井達也選手対青コーナー仙台城南高校試合です。試合結果をお知らせいたします。